ついに完成したぞ、じいさん。俺たちの科学力を総動員して真のうまさを追求したハンバーガー、名付けてケミカルバーガーだ。この色は一体？すごいのは色だけじゃない。食ってみてくれ。さすがにこれは。どうした？確かに添加物はたっぷりだが、世界各国で認可されているものばかりだ。ちょっと食べたぐらいで死にはしないぞ。そうか。それでは。どうした、じいさん。うまい。そうか、そうか。なんと懐かしい。これぞ青春の味だ。マザーロードのネオンサインが目に浮かぶわい。どうだ、これが俺たちの科学力だ。しかもうまいだけじゃない、原価も信じられないほど安い。その上保存量どっぷりで、冷蔵や運搬のインフラが発展していない地域でも簡単には腐らない。このハンバーガーならアフリカの食料問題さえも解決できるはずだ。なんと。俺はこのハンバーガーで世界を一つにする。食料不足による争いをなくし、食を通して民族が憎しみ合うのを防ぐ。パクスアメリカーナならぬ、パクスハンバーガーナ。パクスハンバーガーナ。スカルフェイスのやつは破壊によってアメリカ帝国主義からの解放を目指したが、俺の考えは違う。正面から反発しても無駄な争いを生むだけだ。それより世界が一つになってこそ、本当の意味で全ての民族が解放されるはずだ。長年アメリカの寄生虫として生きてきた俺が言うんだから間違いない。このケミカルバーガーこそが民族解放バーガーとなるだろう。民族解放バーガー。さて、店のイメージも一新したいし、新しい名前も考えなくちゃな。悪いがじいさん、また後で。